フィンシュハーフェンの戦い、フィンシュハーフェンの戦い、フィンシュハーフェンの戦い、A、バトル・オブ・ファインシャ・ホフンは、太平洋戦争、大東亜戦争中のニューギニア戦線における、日本軍とアメリカ・オーストラリアとの間の戦闘である。パプアニューギニアのモロベ州北東部のフィンシュハーフェンにおいて、1943年9月22日から、同年12月下旬まで行われた。結果は、 戦術的、戦略的にも日本軍の惨敗であった。フィンシュハーフェンはニューギニア島東部の東に突き出た本半島に位置しており、船舶の隠しやすい港とまだ整備されていなかったものの滑走路が存在していた。日本軍は1942年3月10日にフィンシュハーフェンへ上陸し占領した。日本軍にとってはニューブリテン島のラバウルから ダンピール海峡を通って、対岸のニューギニア島へ通じる補給路の要所であり、連合軍にとっては、ビスマーク海から、ニューギニア島西部へ向けての進行路に位置していた。1943年9月当時、フィンシュハーフェンに展開していた日本軍は、第1船舶団司令部と第41師団不評、第238連隊第1大隊機関の750名、 海軍第85警備隊の一部435名のほか、第51師団第4野戦病院と入院中のラエサラモアの戦いでの傷病兵に過ぎなかった。しかも8月15日に編成されたばかりの海軍第85警備隊は本来の陸戦要員に400名が未到着で、先行した本部20名のもとに現地所在の雑多な部隊を寄せ集めただけであった。 これらのフィンシュハーフェン防衛部隊は第一船舶団長の山田栄座少将が葬式を取っていた。この他に付近には1943年1月下旬に上枠に上陸した第二十四団兵力約1万3000名が存在していた。第二十四団はマダンに航空基地を建設した後4月以降マダンからライまでの道路を建設している最中で300キロに 渡る工程のうち途中60キロまで工事を終えていた。莱での戦闘が激化する中、フィンシュハーフェンの防衛が手薄なことに危険を感じた第十八軍司令官アダチ二十三中将は、八月十日第二十師団の一部にフィンシュハーフェン防衛のための移動を命じた。第十八軍の命令を受けて第二十師団の一部はフィンシュハーフェン防衛のため移動を開始した。 不評第80連隊のうち約200名は終停軌動によりフィンシュハーフェンに急行し8月26日に到着した。しかし9月4日にオーストラリア軍が来への上陸作戦を開始すると第51師団の救出とフィンシュハーフェン防衛のため第20師団主力のフィンシュハーフェンへの移動決定され不評第80連隊の残部も野方兵。 第26連隊第3大隊、三方編成とともに陸上移動し、9月20日前後に到着した。これにより、同地の日本軍は陸軍約4000人と海軍約450人となったが、輸送力の不足のため師団主力の集結は10月上旬と予想された。不評第80連隊長の三宅貞彦大佐は、 防備の重点をフィンシュハーフェン南方へ置いていた。しかし、9月22日に進行してきたオーストラリア軍第9師団第2旅団兵力約5000名は日本軍の予想に反してフィンシュハーフェン北方10キロのアントミサキへ上陸した。連合軍は駆逐艦5隻と充実した航空機により上陸を支援し着実に兵力を揚陸させていった。対して、 日本軍は、アントミサキには、不評第80連隊の約1個中隊しか配置していなかった上、大半の部隊が到着したばかりだったため物資の補給が間に合っておらず、上陸作戦の妨害はほとんど行うことができなかった。山田少将は、共闘補への反撃を行うため、不評第80連隊などを、フィンシュハーフェン西方5キロのサッテルベルク高地へ交代させ、 集結を図った。港湾地域に駐留していた日本海軍第85警備隊は山田陸軍少将から死守命令を受けた。9月23日以降、陸軍部隊と十分に連絡ができない状態で激しい戦闘を展開し、10月1日にようやく連令を受けてサッテルベルク高地へ撤退した。翌10月2日になって連合軍は 第85警備隊が去ったフィンシュハーフェンを占領し、10月11日までに、オーストラリア軍第9師団の第26旅団が、増援として到着した。同じく10月2日、第85警備隊は今度は、元の陣地を奪還するよう命令を受けたが、撤退時に、兵器の多くを失ったことなどから命令を拒絶して、参加せず、以後は、広報警備任務に就いた。この間、 早くも10月4日には連合軍はフィンシュハーフェンの飛行場を整備し戦闘機を推進してた。これによって同地の制空権は完全に連合軍の手に握られ、その後部隊の移動や補給の実施は極めて困難になった。10月11日、第2 4師団長の片桐茂中将を率いる不評第79連隊ほか第2 4師団主力、 一個連隊決は、険しい参道を踏破して、サッテルベルク高地に到着した。主力部隊は、陸上から進行する一方、不評第79連隊第3大隊の一部、次の挺進隊184名を海上起動して、逆上陸させる総攻撃作戦が立案された。ところが、総攻撃前の15日に、日本軍将校が落とした荷物から、師団作戦命令書が、 連合軍に回収され、奇襲のはずの逆上陸は予知されてしまっていた。主力部隊は前進を開始した者の,の道に迷ってしまい、17日の総攻撃開始に間に合わなくなってしまった。次の挺進隊は3隻のダイハツを使って連合軍の背後、スカーレット海岸への逆上陸作戦を予定通り、決行した。1隻は途中では、くれ。 二隻が17日午前1時30分にスカーレット海岸へ上陸した。逆上陸を予知していたオーストラリア軍部隊が海岸で待ち伏せをしており、多数の栄光弾が上陸直後の杉の停震隊を襲った。第24弾主力は戦闘の発生に気がついたが、道に迷っていたために停神隊を見殺しにせざるを得なかった。停震隊の兵員184名中72名が、 戦死、次の注意以下18名が重傷を負い、生還したのはわずかに7名のみだった。第2四弾主力は18日から総攻撃を開始したが、ジャングルに仕掛けられていたマイクによって、行動を探知され、猛攻撃を受けて大損害となった。その上、同日午後に入ると、陸空両方からの攻撃を受けて、交代を余儀なくされた。 第2師弾はフィンシュハーフェンへ急行する際に、下方の大半を残地していたため、各砲兵中隊は三方一門程度しか持っておらず、有効な火力支援を得ることができなかっただけでなく、補給も不十分な状況では攻勢を継続することができない状況だった。その後も連合軍の追撃を受けたため、ついに10月24日には、総攻撃中止を決心した。 補給不足の日本軍は、すでに総攻撃の頃には、周辺の原住民の畑を荒らして、食料の補給を行う状況に陥っていた。1日あたりの食料は、小さなタロイも1個程度となった。この事態に、10月20日から陸海軍協同で、物資空中等化による食料補給を図ったが、制空権がないため輸送機に被害が続出し27日までで、打ち切られた。 日本軍は10月28日からは防衛に転じた。サッテルベルクコーチに対するオーストラリア軍の本格的攻勢は11月17日に開始され、マチルダニ戦車からなる戦車部隊が本格的に投入された。サッテルベルクコーチの日本軍は激しく抵抗したものの、同コーチは11月27日に連合軍が奪取した。11月頃の米軍は、 すでに、岡部支隊のサラモア撤退によるワウ占領で4つ、ラエ地区に9つの航空基地を設営済みで航空機約900機を使用して、マダンホーランジア,アイタペ方面への空襲を続けていた。地上部隊も11月1日までにオーストラリア軍第4旅団と第24旅団が到着して、軽音湖旅団に膨れ上がっていた。12月3日にオーストラリア軍は、 マチルダに戦車を全面に出して、北進を開始した。12月19日に、第20師団は転進、撤退命令を出し、日本軍は、本半島北部、塩狩地区のキアリへ向けて後退していった。これで、フィンシュハーフェン周辺は、連合軍の制圧下となった。キアリには、フィンシュハーフェン方面から撤退してきた第20師団、などの残存兵力と、 来方面からサラワケット越えで撤退してきた第51師団の残存兵力など計1万3000名が集結した。第20師団の兵力はフィンシュハーフェンに向かったジミ民1万2526名がキアリで再集結した時には55%に当たる6949名に減少していた。ところが1944年1月2日、 キアリとマダンのほぼ中間にあるサイドル軍備岬にアメリカ軍第32師団第126連隊戦闘団約7000名が上陸し、またも日本軍は退路を断たれてしまった。潮狩地区に集結していた日本軍は海岸を迂回し、フィニステル山系の中原を横断してマダンへ撤退したガ天第51師団将兵にとっては、 サラワケット越えに続く二度目の山越えであ。将兵は、険しい山道と上に苦しみ、山脈の中原では、山の上に降ったスコールが鉄砲水となって、襲いかかってくることもあった。一ヶ月後、マ、ま、ダに到着できた人員は9000名だった。連合軍は、オーストラリア軍、第20旅団を主力として追撃し、1月15日に、潮を占領した。これで、 本半島での主要な戦闘は終わった。オーストラリア軍大級師団は、フィンシュハーフェン上陸以来の戦闘で、戦士283含む1028名が負傷した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。